い、じゃあよろしくお願いします。今回は、スーさんの微分の不等式への応用丸2をお送りします。で、今回1問のみです。なのでね、一回ここで動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらって厳しいなと、ね、ちょっとわかんねえって思う方は、今からね、自分が解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、この問題やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、なんでこれ1問だけかっていうとね、ちょっと板書量が多いもんで、まあ、早速行きましょう。で、前回の動画、応用丸1ですね。で、そこの問題でやったのと、まあ、同じです。見た目はね、同じなので、同じ作戦でやっていきます。つまり、まあ、X が正の部分で、この不等式を証明したいと。で、今、左辺の方がね、大きくなってるので、大きい方から小さい方を引いたものを FX。つまり、FX イコール、1プラス X。で、これ引いたもの？まとめて引いちゃおうか。1プラス、2分の 1X マイナス8分の 1X 2乗と。まあ、こう置きます。まあ、これ変わらないわけよ。普通にね。じゃあ、前回同様、まあ、微分していきましょう。ということで、F プライム X。微分していきます。で、まあ、ルートはこれもちょっといいか。まあ、2分の1乗だからね。2分の1が出てきて、ルートが下に下がると。ちょっとね、動画長くなるんで、省略気味でごめんよ。こうなります。微分するとね。で、括弧の中も微分していきましょう。1は消えます。2分の 1x は2分の1。x2 乗は 2x になるから、約分して4分の 1x とこうなりましたと。さあ、ここで問題なんですね。こいつ、まあ、前回と同じようにやるなら f'x イコール0を求めて、まあ、増減表で勝負していきたいわけです。で、もちろん、これをね、問題慣れしてる方は、これあのパターンかって言って次の段階に行ける方も多いと思うんですが、まあ、自分はいけなかったんですね。試してみるわけですよ。で、ちょっと実際やってみましょう。これは多分回答欄に書かなくていいとこなんですけど、こっちに色変えてやっていきますね。プライ、F プライム X。じゃ、これをやってみたと。で、どうなるか試していきましょう。こいつイコール0なので、まあ、イコール0ね。あると思って。0。だから、ま、マイナス、これまとめて右辺に持っていきましょう。そうすると、1イコール、カッコ外れて、これ今、そう、通分しちゃおうか。4分の2って分かってるから、通分して、2マイナス X。まあ、こうなります。で、まあ、一気に払ってもいいんですけど、ちょっとまず、段階を追っていこうか。まず4が邪魔なんで4払います。4かけるからね。消えます。こっち4くっつくんで、こいつと約分されて2が、こうなる感じ。まず4消しました。で、ルート1プラス X も邪魔なので、両辺にルート1プラス X かけると、2イコール、ルート1プラス X、カッコ2マイナス X。これね、が落ちてくると。まあ、こうなりましたと。で、これちょっと後で確認で使うので、まあ、上でもよかったんだけど、まあ、平らにしたこいつ1番とかで置いておきましょう。でですね、まあ、これ、ルートが邪魔なので、両辺2乗していきます。そうすると、こっちが4、イコール、ルートは、2乗すると外れるだけです。で、こいつ2乗すると、まあ、公式で展開しちゃいましょう。4X プラス X2 乗。こうですね。で、右辺展開しましょう。地道に行きましょうか。ちょっと暗算気味でいい？3乗が1個。1回、ちょっと待ってね。3辺書いとくか。4イコール、X3 乗。2乗のところは、ここの X2 乗とここだから、あ、みんな普通にやってね。やって構わないんで。こう。で、4X とこれ消えるね。4X は消えて、プラス4が残る。こうですね。で、これまとめると、3乗マイナス 3x2 乗イコール0と。まあ、だいぶ綺麗になります。で、x2 乗でくくると、こうなるので、結局 x イコール0と3なんだよね。で、もともとその x が正って言ってるから、これがダメなのはわかるわけよ、すぐ。あ、じゃあ3いけんじゃんってなるんだけど、実はこれ3使えないんだよね。ここはちょっとネックで今回は。なんでかっていうと、この x イコール3。その上でね、1って置いたけど、これ満たさないんだわ。入れてみましょう。x イコール3、ここに入れると、ルート4なんで2になりますよね。なるんですけど、カッコの中身が2マイナス3でマイナス1になっちゃう。つまり、2イコールマイナス2、これ入ってるかな？入ってない。まあ見えるか。2イコールマイナス2になってるので、満たさないんです。つまり使えないんです、答えとして。だから、f'x イコール0から解が出てこないんですね。さあ、困ったと。前回の動画と話が違えぞと。なってくるので、どうするかっていうと、もう一回微分します。そうなったらね。
F ダブルプライム行きましょう。で、ここですね。こいつ、まあ、パッといける方はいいんですが、このルート1プラス X 分の1っていうのは、書き直すと戻すとね、マイナス2分の1乗です。もともと。じゃあこれを微分するので、まず肩の数字が出てきます。2分の1とマイナス2分の1をかけるから、マイナス4分の1ですね。で、肩の数字が1下がるので、マイナス2分の3乗になります。では、マイナスに、マイナス乗は嫌なので、こうして2分の3乗にして分数にすると。で、まあ、これ、なんだろう、ルートに書き直してもいいんですけど、まあ、自分はそのままね、2分の3乗で書いた方がしっくりくるので、ちょ、このままいきます。2分の3乗。こういう感じね。こう。これ微分したらこうなります。で、こっちは2分の1は消えますね。これ微分するとマイナス4分の1なので、マイナスマイナスだから、こうなる。まあ、せっかくなんで綺麗にまとめておきましょうか。分母をこいつに通分します。つまり、こっち側を、分母にも、分子にもかけてあげて、こう通分します。こいつね。こいつが今こうなる。じゃあ、これと、ごめん。これをくっつけてるので、4、括弧1プラス x、2分の3乗分の、こっち先に書きましょうか。正先に書いた方が綺麗だね。2分の3乗マイナス1ね。これね、マイナス1、ここね。こうなりました。さあ、ここで何が気づけるかっていうと、実はこいつ正なんです、絶対に。x イコール0の時に、まあ今それで考えてるからね。時に f ダブルプライム x が正になることが分かりましたと。なぜかっていうとですね、まあ、x が0より大きい時なので、0をまず考えますよね。で、0を入れてみたら、ルート、ま、括弧の中身が1になります。1の2分の3乗。1は何乗しようとも1なので、分子が0なるんですよ。つまり、0を入れた時にこいつ0なんですけど、これ増えていくじゃないですか。数はどんどん。0がスタートだからね。どんどん増えていく。括弧の中身が増えれば、正が増えていくので、これ絶対負にならないんですよね。数はどんどん増えていくから、こいつは。だから、F、ダブルプライム X は正であることが分かりましたと。で、今、何をやっていきたいかっていうと、今ね、ちょっとこれ、余分なとこ消しましょうか。こう消しますね。結局、ゴールをまず考えましょう、ここで。ゴールは、F、X が正であること。これが言えることがゴールです。つまり、まあ、前回の動画と同じだけど、これが正って言えれば、マイナス、こいつの部分を右辺にまた戻してあげれば、言いたかった、最初に与えられた式を証明することができると。これがゴールなんです。そのために、今2段階であることをやってるんですけど、これをね、言うために、1個前の、あ、1個微分した、プライム X、こいつが正であることを言いたいんです。もっとほんといろいろあるんだけどね。あるんだけど、言いたいと。で、これを言うために、ダブルプライム、これを正を使って一個ずつ戻していくの、段階で。で、その今スタート地点に立った感じ。ここがスタートだね。作戦としては。で、何が言えたかっていうと、ダブルプライム X が正って言えたことによって、一個前の、これいきなりは言えないよ。いきなりは言えないけど、F、プライム X、こいつが、X が0以上、ここの区間で増加していることが分かると。これは言えるからね。増加したことが分かりましたと。1個前の。で、増加してるだけだと足りなくって、もう1個。しかも、今 F が0より大きい時考えてるから、スタート地点の F プライム0。0を入れた時の値を出してみようと。まあ理由は後で言います。まず F プライム X ここだから0代入する。こことここね。代入すると、これ0を入れると全体2分の1です。2分の1マイナス2分の1。これ消えるから、つまり F プライム0は0になると。で、この増加してるよねって、スタートの F プライム0が0になったよねって言えることによって、F プライム X は正ということができます。ここの段階に持ってこれるんです。で、これなぜかっていうと、まあ、ざっくり言うとね、F、ダブルプライムが正って言えたことによって、ここは OK なわけよ。増加してることが言えるの。この区間でね。
で、今ゼロスタートで、スタートがゼロって分かりました。つまり、スタートがゼロって分かって、あとは増加していくんだから、つまりこれ成り立つよね。スタートがゼロで、あと増加するだけ不利にならないわけだから。で、これが言えましたと。で、これが言えた、今ね、1段階終わったら、もう1段階いくよ、戻すために。で、言えたと。まあ、ちょっと繋げて書いちゃって申し訳ないんだけど。F プライム X が0、まあ、同じことね。より、今度1個戻した、FX ね、下入ってっからギリだね。FX が同じ。X が0以上、この区間で、増加していることが分かりますと。で、また同じです。スタート地点は考えなきゃいけないんで、FX が、F0 が欲しいわけ。スタートね。じゃあ FX ここにあるから0代入してみましょう。こことこことここに入れると、1、マイナス1、消える消えるだから、結局0なんだよね。上と同じで2つアイテムが揃ったので、FX は正ということが言えましたと。つまり、これが言えたから、あとは書くだけだから。こう言えたので、結局与えられた。まあ、であると書いておくか。である。つまり、X が、正の時に言いたかった、ルート1プラス X、大なり1プラス2分の 1X マイナス8分の 1X2 乗かな。これを、言うことができましたと。なって、これで終了となります。青の部分は必要ないです。赤の部分だけで大丈夫なんですが、まあ、こんな感じで、まあ、前回みたいな方動画、F プライム X のみで解けるものの方が定期テストとかではね、よく出てくる方だとは思うんですが、もしプライム X だけで勝負できないなと、なった時には、ダブルプライムまで持っていって、こういう風に処理するね、解き方もありますので、ぜひね、覚えておいてください。では、今回の授業はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。